医師の養蔵雑談。今日の練習中、私の弟子の一人からノートを見せられた。非常によく勉強している、頑張ってやってほしい。頑張ればまだ若い、まだまだ時間がある。必ず何らかの成果がある。継続は力なりという、勉強しようという心を失わないように、それを実行することを続ける。必ず頑張っているうちに花が咲く。頑張ってくれる、期待する。